はい、半間岩尾先生です。半間家の本家の、代表の半間岩尾です。私はね、人間の上の生物であるというふうに伝えておりまして、で、でありますから、人間全員がね、私に対して摩擦がきます。1日平均で人間と上の生物の関係で、私との関係でですね、たった一人に対して、違う生物であるということでね、だいたい1000人ぐらい摩擦で、消えてっております。で、喧嘩でも戦争でもないですね。生物の人間よりか上で高度な生物、たった私だけ存在しましてね。で、その関係で摩擦で、が毎日起きております。でですね、それでね、なぜ生きていけるかと言いますと、たった一人で人間全員敵に回しているというようなもんですよね。喧嘩じゃないですかね。摩擦が起きるのはそれ以上出るんですよ。で、それはね、生物は宇宙で生きておりまして、人間よりか賢い生物は宇宙にいまして、宇宙はやっぱり一番頭のいい生物が支配しております。そういう関係で、人間全員が力かけても上の生物ですので、宇宙から力がかかって人間たち全員を抑えるわけですね。で、暴れさせたり、チャンバラみたいなことをあんまりやるとやっぱりこっち死ぬことがありますけどね。言うなれば、人間の動物、野生の動物いますでしょ。牛とかいろいろいますね。ライオンとかね。そういうのでも、そういうのである程度人間の強さを見せてるんで、めったに人間を食ったりしづらいということはあるんですね。人間たちの場合の力があってね。しかし食われることはありますでしょ、ライオンにね。そういうことでね、同じように人間と私の間でもそういうことはあります。で、人間の世界戦争、人間の作ってる兵器とかですね、そういうのは全部使おうとして上の生物をやっつけてしまおうというようなことの力はしょっちゅう来ておりますね、当然ね。それは SF 映画で見てくるような澄んだ宇宙の生物ですね、人間よりが澄んだ生物のハイテクな、コンピューターや制御装置ですね、機械澄んだね、そういうのでちょっとしたモジュールだけでね、バリアを作ってしまうとかね、そんなようなことは当然あります。で、ただね、私は地球が生まれる前に、SF で映画で出てくる、もうちょっと進んでますけど、生き返る装置、石棺、脳をやられちゃうともう戻りませんけどね、子供になっちゃいますけど、と宇宙戦争で命を落とされて、医療用の装置、石棺も破壊されて戻れなくされ、地球と太陽をまた私が育てて、この人間地帯に生まれ変わってきたということですね、のがその私ですね、現在ですね。で、私と人間とはまたやっぱり
上の生物だからちょっと違います。まあ、もともとは人間から生まれてますけれども、自分に戻るために自分の、高度な能力を勉強して育っていかないといけないということがありましてね、体の、体の構造はもう、だいぶ人間たちとより進んできておりまして、多少ですけれども違います。まあそんなことでございましてね、私は東京渋谷区十字病院で生まれまして、東京都世田谷区成城町でですね、育っております。まあ、家族は当然東大は3人卒業しておりまして、じいさん2人とも閣僚をやってます。偉い偉いね、総理大臣と同じような仕事はしております。で、そういう力もありますけれども、私の力はもっと動きが大きいんで全然役に立たないわけではありませんけども、少ししか効きません。ということは、総理大臣とか大統領の力だけでは私は以上じゃないと生きていけないということですね。それは当然ですね、人間全員がかかってきますからね。宇宙での人間よりか進んだ知能の生物の助けがなければ生きられません。しかし、そんな甘いもんじゃなくて、そういう進んだ生物はほとんど近くにいません。ですので、私が昔から作っていた仮想の人間よりか頭のいいロボットみたいな、頭だけですね、ロボットまでいきませんね、仮想的に作られている人工知能ですね。で、命も守ってるということですね。だ、ほとんど自分で何でもやっています。ただ人間よりか頭がいいということで強いということですね。コンピューターは、